ショートでもちょっとあげたんですけど、ニトリで鍋買ったら、あの、蓋が割れてたんだよね。これガラスの蓋。で、開けてさ、うわ、ひび開いてんじゃんと思って。で、その時、もう夜だったから、ニトリ連絡できなくて。で、その時思ったわけよ。結構蓋って簡単に割れちゃうんだなって。で前使ってた鍋が、こういうタイプでさ、なんか割れるっていう想像しにくい感じじゃん。そんなね、 繊細じゃないなんか、まあ、実作割れてないしね。で、この鍋が壊れたから買ったわけよ。でさ、簡単に割れちゃうんだったら自分が使ってて割れたら嫌だなっと思って、これ2000円なんだけどさ、あの、もっと高くて、まあ、こういう、松尾印とか売ってる、こういうの買おうかなって思っていたわけ。でさ、どうしよっかなって思って、で、次の日電話したわけよ、ニトリにね。割れてたんですけど、つって。で、その時に、 あの、鍋の蓋、あの、割れていたから、その、ま、どうたらこうたらって言ったら、レシート番号とか、ね、なんか教えてくださいって全部教えて、で、じゃあ、あの、送りますよみたいなこと言われて、あ,あ、わかりました、つって。で、ちなみになんですけど、あの、鍋の蓋って結構割れやすいんですね、つって。で、それで、仮にね、自分が今度使ってて、鍋の蓋割れちゃったら、 あの鍋を蓋だけってあの買えるんですかって聞たら、いや、それはできないって言われたわけですよ。で、え、マジかと思って、で、ならさ、まあ、蓋買えてもらうのはま良、あ、くて、まあ、もっとのいい状態で持たわけじゃ、ん、この状態で持たわけじゃん。んでも自分が使っていて、鍋を壊してしまったら、蓋を壊してしまったら、蓋なしの状態になっちゃうじゃんと思ったの。でさ、あ、わかりましたって言って、で、ちょっと、いろいろ考えさせてくださいって聞いて、で、 ニトリのホームページいじってたらさ、こ20センチのこの鍋の蓋が売ってたわけよ。えと思って。ってことは別にさ、あの、この鍋を使っていても割れたとしても蓋がね、あの、買えるじゃん。だから問題ねえじゃんと思ったわけよ。一番嫌なのがこれを使っていて、あの、蓋が割れて蓋がない状態が嫌だったわけよ。だから、ま、あ要はさ、これごと返品しようかとも考えたわけよ。それでまあ、あ ね、もっと高くて、あの、こういうね、割れることが想像しにくいものを買おうかなって迷っていて、でも一回ニトリに電話して、あの、すいません、あの、昨日、その、蓋だけはね、今回はだから、その、壊れていたからね、向こうの落ち度だから、まあ、これをね、バラして蓋だけ送るって話だったんだけど、だから、でも蓋だけってのはないよって言われたわけよ。特別だよって。でも実際、ホームページ見たら、 あるんですよって言ったわけよ。で、おかしくないですかって言ったら、ちょっと確認しますって言って、で、ちょうどね、ホームページで売ってた、その、20センチの蓋が、あの、お店にあるから、これに合うか、あの、調べますって言って、で、実際、あの、調べたら、あったわけよ。当たり前じゃんね、それってね。え、じゃあ、昨日言った、その、ないって何なんですかって言ったら、いや、 全く同じものがないいっていう話ですよでちょっとなんか微妙になんかね形が違うらしいのそんな知るかって思うじゃないですかで400円か500円なのでだったらあの蓋自分としてはねその鍋を、まあ、今回これリセットしてねちゃんといい状態にしたとしてもあの蓋があの自分で割ってしまって蓋だけありませんっていう状態が嫌だったからそう聞いたんですよっつってでもあるじゃないですか って話になって、ありますってなって。でさ、その時のさ、今はこうやってまとまって、あの、解決してるけど、そこまでのプロセスがね、超めんどくさかったんですよ。で、最初こう言ったわけよ。あの、自分は、その、ナビの蓋が割れていて、あの、まずそれをどう対応していただけるんですか、と、 同時に自分が鍋を使っていて、鍋の蓋が割れてしまった場合に、鍋の蓋ってあるんですかっていう質問したわけよ。で、鍋の蓋、もういいや、疲れました。っていうことで、あの、もうめんどくさくなったら説明するのが、まあ、とにかくね、大変だったんですよ。鍋の蓋が、 割れていてあのでも鍋の蓋を自分で割っちゃった場合に「あの鍋の蓋ってあるんですか?」って聞いたらちょっと日が改めてまた電話したから「お客さんが鍋の蓋を割って今回はあの返品ですよね」とか言われて「いやいや俺割ってねえから」いやだから自分が鍋の蓋を割ってしまった場合のケースと最初から割れていたんで その別の質問をしたわけよあれちょっとね最初に鍋のがあが割れていてあの頑張って話そうな鍋の蓋が割れていてあのこういう場合どうするんですかと同時に自分がえ鍋を使っていて蓋が割れた場合に代わりの蓋ってあるんですかっていう質問をしたら向こうが折り返しかけ,たかけてきたわけ。 あのお客様が鍋の蓋を今回割られたそうですねみたいなこと言われたの、いや、じゃねえからみたいな、え、ね、超大変でした。以上、どうもありがとうございました。